マルテン、コルネリウス、マルティン・ヨルは、オランダ・デンハーグ出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。オランダのアマチュアチームでプレーしていた、彼を FC ・デンハーグが引き抜き、1973年に、同チームでプロデビュー。その後、ドイツ、イングランドなどを渡り歩き、1985年に、古巣に戻り引退した。 オランダ代表として10代の頃から各世代別の代表に選出されている。また A 代表としても3キャップを記録した。1991年より後に FC デンハーグと合併する当時アマチュアクラブのアドデンハーグを率いる。1996年ローダ JC にて初めてプロクラブの監督に就任。RKC バールバイク監督時代には2001から02。 シーズンのエールディビジ最優秀監督に選出され、マンチェスターユナイテッド FC からアシスタントコーチ就任を打診されるなど、次第にその手腕が注目を集めるようになる。2004年に RKC の監督を辞任し、トッテナムホットスパー FC のアシスタントコーチに就任。シーズン途中に監督だった元フランス代表監督のジャック・サンティニが突然辞任したため、 コーチから昇格し、監督となった。同シーズンを9位で終えると、翌シーズンから2年連続で、同チームを UEFA カップ出場圏内の5位にまで導いた。しかしながら、2007から08シーズンは、序盤の不調が響き10月に解任された。2008年7月からは、フーブステフェンスの公認として、ハンブルガー SV の監督に就任。2年契約を締結し、 一時は優勝を争った。2009から10シーズンからアヤックス・アムステルダムと3年契約を締結。UEFA チャンピオンズリーグ出場を逃したクラブをリーグ2位へと立て直した。CL で敗退し、リーグにおいても4位となっていた2010年12月6日、辞任することを表明した。2011年6月、フラム FC 監督に就任。 ムサデンベレを FW から MF にコンバートさせ、才能を開花させるなど選手を育てた。しかし2013年12月1日、直近のリーグ戦後連敗で降格圏の18位に低迷したため、解任された。2016年2月25日、エジプトプレミアリーグのあるアハリに指揮官として招聘される。シーズン途中から率いたクラブをリーグ優勝に導いた。 しかしサポーターによるクラブ襲撃や自身への脅迫を理由に就任から半年後の8月18日に辞任した。2019年1月30日、兄弟のコックヨルと共にフルス・ SVV スヘフェ人間のテクニカルディレクターに就任した。ありがとうございます。